こんにちは、株式会社レオックの中山菜々子です。普段は横浜 FC の選手の皆さんが良い状態で練習や試合に臨めるように食事や栄養についてアドバイスをする公認スポーツ栄養士の仕事をしています。今回のテーマは人参。それでは浜名ちゃん料理コンクール入選作品を作っていきましょう。今回はコロコロ人参とひき肉のクリーム煮の作り方をご紹介します。分量はご覧の通りです。まずはオリーブオイルを鍋に入れ熱します。そこへ豚ひき肉を入れ炒めていきます。ひき肉に火が通り色が変わったら、皮付きのまま乱切りにした人参を入れ少し炒めます。次にみじん切りにした玉ねぎを加え、さらに炒めます。鍋の具材に少し火が通ったら、ローリエ、タイムパウダーを入れ水を加えます。そして蓋をして人参が柔らかくなるまで弱火から中火で15分ほど煮込みます。この間にトッピング用のブロッコリーを別の鍋にお湯を沸かし茹でておきます。箸で刺さるぐらい人参が柔らかくなれば OK です。人参に火が通ったらコーンクリーム缶、牛乳を入れ混ぜ合わせます。そして塩と胡椒で味を整え器に盛ります。最後に茹でたブロッコリーを上にのせ完成です。コーンクリーム缶を使っているので簡単に作ることができてとてもいいと思いました。人参が皮ごと使ってあるので栄養価もとっても高いです。